I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. War. War never changes. Since the dawn of humankind, when our ancestors first discovered the killing power of rock and bone, blood has been spilled in the name of everything from God to justice to simple psychotic rage. In the year 2077, after millennia of armed conflict, the destructive nature of man could sustain itself no longer. The world was plunged into an abyss of nuclear fire and radiation. But it was not, as some had predicted, the end of the world. Instead, the apocalypse was simply the prologue to another bloody chapter of human history. For man had succeeded in destroying the world. But war, war never changes. In the early days, thousands were spared the horrors of the Holocaust by taking refuge in enormous underground shelters known as vaults. But when they emerged, they had only the hell of the wastes to greet them. All except those in Vault 101. For on that fateful day, when fire rained from the sky, the giant steel door of Vault 101 slid closed and never reopened. It was here you were born. It is here you will die. Because in Vault 101, no one ever enters, and no one ever leaves. ご主人様、ウェイストランドに立つ？いきなり下ネタとか最低ですね。違うのよ、これは。いわゆる一つの五変換というやつなのよ。あ、はいはい、わかってますわかってます。別にマスターの頭の中がスケベーなサムシングでいっぱいだとか。そういうことは思ってませんのでご安心を。思ってても口に出さないのが優しさってもんでしょ。しかしフォールアウト3とは、また古い作品ですね。まあね、ご主人様フォールアウト4とニューベガスはプレイ済みなんだけど、フォールアウト3はプレイしたことがなかったのよ。フォールアウトが世界的な IP となるきっかけの作品だし、いずれはプレイしなきゃと思ってたのよ。ということで、フォールアウト3の実況を始めます。基本的には本編シナリオを進めていきます。サブクエストは途中で拾ったものはなるべく消化します。プレイしているのは PC 版です。モッドは現在日本語化とバグ修正を入れていますが、今後追加していく可能性もあります。追加した際には適宜報告することにします。とりあえずの方針はこの程度です。早速プレイ開始なのよ。
ウェイストランドがご主人様をお待ちかねなのよ。今、ここからウェイストランドの伝説が始まるのよ。ちょいとお待ちを。なんなの？なんなのではありません。何の説明もなくいきなりプレイ開始とか、手抜きすぎですよ。もう少し背景とか目的とかをですね。ご主人様そういうのめんどくさい。最初にあのクソ長いムービー入れたんだからもういいじゃない。よくないです。ただでさえオープンワールドのゲームは目的がわかりがたいのです。自由度の高いフォールアウトならなおさらです。さあ、さっさとバックストーリーの説明をしてください。わーかった、わかったのよ。やればいいんでしょ？耳の穴かっぽじって聞くが良いのよさ。1990X 年、世界は核の炎に包まれた。ご主人様生誕、アポカリプス生まれ、ボルト育ち、生きてる人大体みんな友達。ボルトとは、フォールアウトにおける核シェルターの名前です。いろいろ言いたいことはありますが続けてください。イケメンのダディと美人のマミーとの間に生まれたご主人様、二人の愛に育まれ、ご主人様はすくすくと成長するのよ。マミー死んじゃいましたけどね。時は流れ、愛らしい幼女に成長したご主人様。お友達にも恵まれ、幸福な幼年時代を過ごすのよ。喧嘩は良くないですよ。そしてさらに時は流れ、ダディの期待を一身に受け、賢く美しく成長したご主人様。仲間たちと輝くような青春の真っ只中。また喧嘩ですか。説明と映像にギャップありすぎでしょ。ああ輝きし青春の日々よ。そして迎えた16の春、インテリダディの期待を一身に受けたご主人様、ボルトの食用適性試験に挑戦して、見事食堂のコックの適性を認められたのよ。適当な答えばっかり書くからですよ。この結果には上級国民のダディもがっかり、失望したダディは酒とギャンブルに溺れ、そんな話でしたっけ？闇金に手を出して首が回らなくなったイケメンダディ、借金取りに拉致され、マグロ漁船に乗せられるため、ダディはボルトから姿を消したのよ。しかしダディはインテリのもやしっこ、マグロ漁船の過酷な業務に耐えきれず、未完済の借金を残してマグロ漁船から逃亡。いい加減にしないとそろそろ怒りますよ。激怒した借金取りが目をつけたのはご主人様。借金の方にご主人様を拉致監禁、いけないお風呂屋に売り飛ばそうと企むのよ。迫る借金取りの間の手、危うしご主人様。しかし美しく賢いご主人様、親友で借金取りの社長の娘の花子の協力を得て、あまたですね、あと借金取りじゃなくて監督官です。ボルトからの脱出を決意するのよ。借金取りの打ってを華麗にかわしつつ、華麗というか普通に撲殺ですね。ボルト脱出目前のご主人様。しかしここで花子が父親である借金取りに捕まる痛恨のミス。だから花子じゃなくてあまたです。借金取りじゃなくて監督官です。無能な味方に足を引っ張られるご主人様。しかし親友を見捨てられないナイスガイであるご主人様。ナイスガイは味方を無能とか言いません。あと設定上女性でしたよね。変態パパの間の手に落ちた花子。散々な言われようですね監督官。そこに颯爽と登場するご主人様。華麗な身のこなしで見事花子の救出に成功。普通に射殺ですね。頭もげちゃいましたよ。そしていよいよ出口にたどり着いたご主人様。花子と固く再会を誓い合って涙の別れ。いや、普通に恨まれてますよね。ついにウェイストランドへの第一歩を踏み出したのよ。嘘800の説明、ありがとうございました。以上、涙なくしては語れぬご主人様の過去話でした。それで、これからどうするのですか？そうね、とりあえず本編を進めるのよ。ダディはメガトンとかいう町に立ち寄ったらしいので、まずはそこに行ってみるのよ。と、その前に着替え完了。物騒なウェイストランドもこれなら安心なのよ。ボルトの警備員から剥ぎ取った物ですね。剥ぎ取ったなんて人聞きの悪い。ちょっとお借りしただけなのよ。あーはいはい、そうですね。さあ、メガトン目指して出発なのよ。サクッと到着。意外と近かったですね。序盤の街なんてこんなもんでしょ。門も開いたことだし、早速入るのよ。プロテクトロンがそばにいると落ち着きませんね。何回間にも撃たれそうで。こいつは門番だから、こちらから攻撃しなければ大丈夫なのよ。ここが、メガトン。その名の通り、街の中央に格納不発弾が鎮座しています。というより、爆弾の周りに街を作った感じなのよ。なんでまたこんな場所に住みたがるのかしら。映えるからでしょうか。そんな映え方は嫌なのよ。そして街に入るや否や、不審者として尋問されてますね。でももう誤解は解けたのよ。これもご主人様の人徳なのよ。そういうことにしておきましょう。それで、ここで何をするのでしょうか。ダディの行方を探すのよ。まずは手当たり次第に聞き込みなのよ。尺が厳しいので巻きでお願いできますか。随分な言い草なのよ。
そう言われましても、RPG で住人と話すだけの動画なんて、見てて面白いと思いますか？そう言われれば確かにそうなのよ。ならば巻きでお願いします。ならばメガトンの探索はダイジェストってことで、行かれた村人たちを紹介するぜ。まずは第一村人の友人、ルーカスです。到着早々話しかけてきたフレンドリーなキッズだが、自分を保安官とか市長とか思い込んでいるヤバいやつだ。実際保安官です。あとキッズじゃなくておっさんです。本編には関係ないので秒で忘れて OK。 雑な扱いですね。第二村人の忍、ジェニーです。一見ただの食堂のおばちゃんだが、かつてはラフィングパンサーの名で恐れられた凄腕の傭兵だ。勝手に話盛らないでください。得意技はもちろんメローのポーズ。こいつも本編には絡まないので秒で忘れて OK。 ならなんで紹介した。第三村人の将兵、ジャーチです。ゴッドハンドの異名を取る凄腕の医者、現在はアル中だ。ディスるか褒めるかどちらかにしてください。ちなみに登場するのは今回限り。紹介する必要あります。第四村人のサトシ、ポケモンマスター志望のネトウヨだ。姉さんです。ほっとくとヤバい妄想を垂れ流し続けるのでスルー推奨。あながち間違っていないので突っ込めない。そしてこれがサトシの相棒ピカチュウ、ゲットだぜ。随分くたびれたピカチュウですね。現在核爆弾を燃料に原子力発電トライ中、こちらもスルーだ。ちなみにこの人の教団、チルドレン・オブ・アトムは、フォールアウト4でも登場します。そして雑貨屋兼マッドサイエンティストのマサヨ、モイラです。人畜無害そうな顔をしているが、数えきれない人間をその手にかけている。これも否定できない。以上、メガトンの愉快な村人たちの紹介でした。8割以上でタラメでしたね。ちなみに全員本編には一切関わらない連中なのよ。ならなんで紹介した。いや、なんていうか、フィーリング。尺が厳しいって言いましたよね。いや、その、そしてここがモリアーテの酒場なのよ。話をそらすな。いや、そうじゃないのよ。この酒場にいるモリアーテっておっさんが、ダディの知り合いだという情報を掴んだのよ。なるほど、この方がそのおっさんさんですか。いや、この子はただのグールなのよ。ならさっさとおっさんのとこに行けよ。わかったのよ。さて、モリアーテとかいうおっさんはどこなの。おっとセクシーなお姉さん発見。そのお姉さんはおっさんなの。違います。なら話す必要ないよね。さあエサ、よろしい。このおっさんがモリアーテなのね。ダディのことを知っているという御人ですか。まずはダディについて質問するのよ。おっさん話が長いので倍速で巻いていくのよ。終わりましたか。年寄りは話が長くて困るのよ。それで成果はいかほどで。簡単にまとめるとこんなところなのよ。なるほど、マスター実はボルト生まれではなかったと。そしてモリアーテはダディの行く先を知っているが、金を払えば教えてくれると。そして現在無一文のマスターはそのお金が払えない。そのためモリアーテからの依頼で借金取りを請け負うと。あのジジイ足元見やがったのよ。いつかあのにやけ顔に鉛玉ぶち込んでやるのよさ。それで次はどうしますか。早速借金取りですか。すっかり暗くなってきたことだし、今日はもう休みしたい気分なのよ。ならこの続きは次回ですね。ご視聴ありがとうございました。